Then I turned to see the voice that was speaking with me. And having turned, I saw seven golden lampstands, and in the middle of the lampstands, I saw one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet and girded across his chest with a golden sash. ヨハネの目次録はこんな一文で始まります。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で洗練された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手には七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。広島市浜松セリージャパン。日本経済新聞2017年9月14日付の記事にも次のようにあります。七つの金の燭台の中央に現れた人の子、目はまるで燃え盛る炎、目はまるで燃え盛る炎、口からは両刃の剣が出て、顔は太陽のように輝いたという、これは目次録の冒頭でヨハネの前に現れたキリストの姿だと。つまりイエス・キリストの目はまるで燃え盛る炎のようであったというのです。イエス・キリストの目は赤かったということになるのでしょうか。 The Revelation of St. John、 つまりヨハネの目次録の他の部分にもそのように表現されています。そうしたキリスト教会における常識がことわざにもなっているようですね。一番下にあります。誰が赤い目を、あるいは目の赤さを持っているかと。この赤い丸で囲んだところにその目の色が表現されています。イナンナ・イシター、つまりマリアの目も赤かった。そしてイエス・キリストの目も赤かったということになります。Today's story is about the genealogy of gods. Who are they and where do they come from? Very often, the smallest fact would lead us to solve the biggest mystery to get us out of the labyrinth of ancient history. Here is one example, that is to say that it is an eye.You see a symbolic eye of Ra, the supreme god in Egyptian mythology, together with an eye printed in the reverse side of $1 note of USA currency. In both cases, it is one eye and it is a right eye of God. Why is it only one right eye?Is it a symbol of God? Or is it the eye of the same God? Here is my answer to this mystery.
時として小さなヒントが大きな謎を解く鍵となることがあります。その一つの例を今日は皆さんにご覧いただきます。テーマは神々の系図、つまり神々というのは誰のことなのか、その神々はどこから来たのか。きっかけはイタリア在住の友人からのコメントでした。ローマ在住の研究家のニコ・ゲラルディさんという方です。彼はこう書いてきました。エジプトの最高神ラーのシンボルは右目であると。で、私は調べてみました。確かに右目です。続いて彼はイルミナティで使っている目は左目である、つまり盲目の方の目である。その友人が言わんとしていたことは、盲目の目の方、つまり左目を使っているフリーメイソンやイルミナティは間違っているということでした。が、調べてみるとフリーメイソンやイルミナティの方では左目を使うこともありますが、多くは右目でした。少し分かりにくい例としては、アメリカの1ドル札の裏に書かれている目です。私はそれが右目なのか左目なのか当初大変迷いました。で、目頭と目尻が微妙に異なっていることから、1ドル札の裏に表現されている目は右目であると判断しました。が、なぜ右目なのか左目であってはいけないのか。友人の説明によれば、左目は盲目の目であるというのです。で、このことで真っ先に結びついたのがアンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるあのイエスの洗礼の絵です。その絵の中では、イエスと言われる人物の上に1羽の鳥が描かれています。その鳥には片目しかなく、他方の左目は表現されていません。つまり片方はブラインド、盲目ということになります。なぜベロッキオとダ・ヴィンチはこんな鳥を描いたのでしょうか。そしてどうしてそのコンセプトがラーの目と一致しているのでしょうか。簡単に言えば、エジプトの最高神であるラーも片目であった。ベロッキオとダ・ヴィンチが描いた鳥も片目であった。片目は神のシンボルであった。仮に100歩譲っても片目だけというのは奇妙ですね。ラーの目も片目、フリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークも片目、そしてベロキオとダ・ヴィンチの描いた鳥も片目、しかもそれも右目だけ。これはただ単なる偶然なのでしょうか。というようなことは考えられません。偶然とはとても言えません。そこでさらに調べてみると、私たちがダ・ヴィンチと呼んでいるその人物も実は片目であったことが分かりました。もっと正確には、1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストも片目であったということです。それについてはもう少し後で説明しますが、となると私たちが神と呼んでいるその人は片目であったということになります。少なくともエジプトのラーもイエス・キリストも片目であった。さらにゼカリア・シッチンの説に従えば、ラーイコールマルドックですから、マルドックも片目であったということになります。さらに言えば、ラー、つまりマルドックが片目なら、アフラーマズダ、アラーフも片目であったということになってしまいます。わかりやすく言えば、神々の世界がその片目でつながってしまうということです。もっとも、ここで片目といっても身体的な特徴の一つとして片目であったというよりも、何かもっと別の意味で片目であったということに
なるのかもしれません。右目は例えば賢者の目、左目は愚者の目と、がそれはともかくも、そこにある事実は事実、そこにある事実だけを確認しながら、この動画の中ではその片目について考えてみますが、その片目には何やら重要な意味が隠されていることだけは確かなようです。で、今日の動画をご覧いただきますが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの書いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に書かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは、現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか。が、私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると、偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私、林博氏は考えます。さらに言えば、こうした事実、つまり片目の神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私、林博氏は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそが、あの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、つまりは物的証拠ということになります。順にそれをこの動画の中で説明していきます。広志林浜松シティ Japan。もう一度画面を見ながら説明します。ギリシャ彫刻のプロメテウス像です。私が知る限りプロメテウス像は2体しかありません。そのうちの1体ですけども、足に鎖が巻かれている点に注意してください。プロメテウスは神の意思に反して人間を改造しました。その罪に問われてプロメテウスは足に鎖を巻かれ野に放たれます。プロメテウスは毎日鳥に体をついばまれるという刑を受けます。その様子を表したのがこの像ということになります。言うまでもなく、プロメテウスというのは延期、エアを表しています。プロメテウスは人間側から見れば、人間に知恵とそして自由を与えてくれた英雄ということになります。そのプロメテウスを象徴的に表現したのがハドソン湾に立つ自由の像ということになります。自由の像はプロメテウスを題材に、その息子のディオニソースのギリシャ彫刻を元にして作られたものと私、林博氏は判断しています。自由の像の足元に注意してください。自由の像の足にはこのように鎖が巻かれています。その理由は皆さんもうお分かりですね。そのプロメテウスの息子、つまり延期エアーの息子がマルドックということになります。これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、頂点にイナンナ・イシターが立ち、その下に延期エアーがいます。3段目に左マルドックが位置します。同じ図柄で描かれている点に注意してください。上が延期エアー、すなわちプロメテウス、下がマルドゥク、すなわち
ミトラ・アポロということになります。なお、ミトライコールアポロ説については別のところで証明しました。延期エアーからマルドックには正当に王位が継承されたと言われていますが、どうもそうではないようです。左のミトラ像をご覧ください。この像の中ではミトラがお牛にまたがり、お牛の首に短剣を突き刺しています。短剣です。このギリシャ彫刻を見る限り、ミトラは延期エアを倒して王座に就いたということになります。ギリシャ彫刻というのは、それまでの神々の歴史を彫刻という形で表した、言うなれば 3D の立体歴史書ということになります。by 林博士説です。それはともかくも、お牛は延期エアをシンボリックに表現する象徴的な動物ということになります。そしてそのお牛をミトラが短剣で突き刺している。ミトライコールマルドゥック説 by 林博士です。ここでミトラ像と、そして先に紹介しましたプロメテウス像を並べてみると、大変興味深いことがわかります。左下はオリオン座です。私林博氏はプロメテウス像はオリオン座の配置に真似て作られた像であると判断しています。左下がオリオン座です。上下を比べてみてください。プロメテウスの像と、そしてオリオン座の並び方がよく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりオリオン座の星の並び方を真似てプロメテウス像が作られたというわけです。同じようにその隣のお牛座を見てみます。右下がお牛座です。角度を変えてみます。同じようにミトラ像とお牛座の星の並び方を比べてみてください。お牛座の星の並び方とミトラのポーズが同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりミトラ像はお牛座の星の並び方を真似て作られた像ということになります。そして今も言いましたようにオリオン座とお牛座は隣り合わせに並んでいます。左下がオリオン座です。右上がお牛座です。なお、オリオン座とお牛座の関係はゾーディアック、つまり12級図の上でも説明ができます。この12級図を見てください。この図の11時から12時の位置のところにオリオン座、12時から1時のところにお牛座が位置します。つまりオリオン座の次にお牛座と並んでいるわけです。つまり12級図の上においてもですね、オリオン座の次がお牛座、言い換えるとプロメテウスの次がミトラということになります。延期エアイコールプロメテウス、そしてマルドゥックイコールミトラということになります。そのマルドゥックはペルシャの主神でした。マルドゥックイコールラーということになります。バイゼカリア・シチンです。ラーというのは神一般を意味します。そのラーがアフラーマズダ、
最も賢い神となります。アフラー、神ですね。そしてアラーフ、つまり最も偉大な神、アラーフ、アクバルとなるわけです。みなラーという音がある点に注意してください。つまりマルドゥクこそがペルシャの神であったということになります。ラー、アフラー、そしてアラーフです。そのラーはエジプトの最高神ということになります。左下はラーの右目と言われています。そしてそのコンセプトは現在のアメリカへと引き継がれています。右下は1ドル札の裏に刷り込まれている、まさしく神の目ということになります。フリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのシンボルマークともなっています。このマークもイルミナティもしくはフリーメイソンのシンボルマークとしても使われています。ラーの目とそしてイルミナティの目を比較してみてください。右目か左目か、ここが一つのポイントとなりますが、共に右目である点に注意してください。左がイルミナティのシンボルマーク、そしてこんな絵も描かれていました。右は鳥の絵ですけども、向かって左側、右目はありますが左目は描かれていません。そしてその鳥を中心に光線が四方に伸びています。同じコンセプトです。この絵はベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。つまりこの時点でベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチは私が今説明したようなことをすでに500年前にルネサンスの時代に知っていたということになります。言い換えると左の目はイエス・キリスト自身の目ということにもなりますが、同時にマルドゥクの目、ラーの目ということにもなります。となるとベロキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはなぜこんな絵を描いたかということになります。その謎を解く鍵は実はダ・ヴィンチ自身の自画像の中にありました。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像とされています。この絵を注意深く見てください。この自画像の向かって右側、つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の左目に注意してください。暗くてよく見えませんが、拡大し明るくしてみますと、まあ普通でない目が見えてきます。向かって左側の右目には問題はないようですけども、向かって右側の左目は普通ではないようです。つまりこの目ではものを見ることができなかったものと私林宏は判断しています。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像に表現されている人物の右目はともかくも左目はまあ普通ではなかった、つまり半分盲目であったと考えられます。そのコンセプトがベロキオとダ・ヴィンチが書いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥へとつながっていきます。この鳥もやはり向かって右側の左目が何やら普通でないように見えます。そしてそれがフリーメイソンのあるいはイルミナティのシンボルマークへとつながり、そしてラー、つまりマルドゥックの目へとつながっていきます。結論ということになりますが、これら4社の目はまさしく
神の目ということになります。言い換えるとルネサンスの時代に現れたあのレオナルド・ダ・ヴィンチは人間ではなくまさしく神であったということになります。もう一度最初に話した部分を繰り返します。今動画をご覧いただきましたが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうかが、私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林博は考えます。さらに言えば、こうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林博は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそが、あの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、これが物的証拠ということになります。以上です。 Bye for now。Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. Is the right one eye the true eye of Horus, not the left one that is blind? The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix?あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコン、あるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目でオシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば、目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると、彼の目はセス、つまり暗黒の神が
バラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命は、セスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由で、ホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目は、いくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され、別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに、中国の伝統にもなっています。つまり、生命の二元論、目がちょうど二つあるように、カルツージュ、中、古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また、神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば、頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん、目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹は、アポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。博士林、ハママスリージャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだ、そんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度、Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。
目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ヴェロッキオ、ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。まるで囲んでみました。イエスと言われている人物の上に1羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることを、このような形でヴェロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がヴェロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now.